ユンナノゾーンは、カンブリア紀に生息していた、分類未確定の動物、反作動物と見る学者もいる。スイエ動物群の一つである。大きいもので4センチメートルほどになる。この化石は、細長い柳の歯型の外形、先端部分の頭部らしい形、胴体部分の大切的に見える構造などから、赤作動物との類縁性が感じられることで、当初から、 大いに注目された。ただし分類上の位置は確定していない。最初の記載は1991年のことである。体長4センチメートルほどの防水系の化石であり、一方は幅が狭く、他方は幅広く、先が尖る。狭い型の端が前方と判断された。幅の広い部分は20ほどの大切的な区切りがあり、前方には細かな構造がいくつか見られた。 また、それら全体のやや下側と思われる部分に前後に貫く構造が見られた。この時点では、所属不明の全無士様の動物という扱いだった。これに対して、この動物が赤作動物であるとの説が浮上する。それによると、頭部の後方の側面に見える構造は最急であり、またより後方の側面の構造は生殖腺である。また、 胴体を前後に貫く構造はまっすぐに伸びる消化管とその上に伸びる石索と解釈された。こういった特徴から、この動物は左右から扁平な遊泳性の動物であり、口から有機物片を含む水を飲み込み、これをエラでこし取って、残りの海水はそこから排出した。また、胴体の後半の側面に生殖腺が並んでいた。このような構造と活動は、 原生のナメクジュウオにごく近いものであり、おそらくこの動物の直接の祖先に当たると判断された。赤作動物は我々を含む脊椎動物の上位群であり、この形はつまり我々の直接の祖先である可能性を示唆する。バージェス生物群からはやはりこの類と思われるピカイアが発見されていたが、それ自体がそれまで想定されていた。 積作動物の出現時期を大きく遡るものであったために大きな注目を浴びた。それに対して、この動物が積作動物であれば、それをさらに遡ることになる。その後、ポーランドの土軸は、より保存の良い化石に基づいて新たな復元像を示した。それによると、頭部はむしろ腹肺に扁平で幅広く、全体には横長で、きちん室に縁取りされた口があった。 またその上面の両端には目に近い四角器があった。細球や生殖腺については、先の復元とそれほど変わらないが、大きな違いは、胴体が左右から扁平ではあるが、覆面が平らであったとしたことである。横から見ると防水型ではあるが、背面側が左右から扁平で盛り上がっていた。そしてこの動物は遊泳性ではなく、平らな覆面で低質の上を這い回り、 表面の泥をすくい取って食べたものと考えた。これは、ナメクジウオとはかなりかけ離れた姿ではあるが、積作動物との判断は変わっていない。このように、積作動物であるとの復元が行われる中、それに疑問を示す向きもあった。例えば体の側面に見える、大切的な構造は筋肉による、大切的な構造と見るが、確かにこれは、 積作動物に見られる特徴ではあるものの、普通はこのような直線的ではなく V 字型や W 字型になる。上記土軸の復元はピカヤを過剰に意識した結果ではないかとの声もある。これに対して新たな復元像が提出された。中国の州裏は改めて化石を詳細に検討し、その頭部が粉、エリと頭部の3つに区別できることを示し、 これを反作動物と判断した。それによると、これまで頭部と考えられていた部分は、主として襟である。この部分は丸く膨らみ、その下側先端から小さな隆起として糞が突き出している。糞の基部、襟との境界の覆面に口が開いている。襟より、後ろは基本的には、円筒形の胴になっていて、その前半部の側面には、エラ穴が数個並ぶ。 消化管はその後方で陰頭を形成し、その後方には内部に螺旋状の弁を持つ腸が続く。背面には扁平なヒレが伸びていた。つまり土軸らが背中の近接と見たものはヒレやそれを支える組織であったとし、また積作の存在も疑わしいとする。生活様式の復元は土軸のそれとあまり変わらず、低質の表面を這い回って泥などをすくい取って、 食べたと考えられている。ただし背中にヒレがあるから、これを動かしてある、程度活発に動いたのだろうとの判断である。蒸気の体前部の構造は、原生のギボシム種類のそれとほぼ同じであるが、原生種はすべて泥の中に生還を作り、その中に潜り込んでいる、不活発な動物である。この動物が、地下に潜って、現在の姿になったという過程が想像される。福田 P508, ありがとうございます。